ずガチャと呼んで終わろうと思います。ありがとうございます。ちょっと待ってね、コメントも出すね。いやー今日楽しかったな、誘ってくれてありがとうございました、ペコちゃん。あ、ポンペコ、オツペコーって、ありがとう、ペコちゃんの配信から来てくれた人もありがとうございました。ご挨拶してくれてる。実に惜しかった。ペコーラが巻き詰まって俺悔しいよ。許さん、許さんぞ。オーソラスもあるまた特訓してリベンジするの待ってます。箱大会とかもぜひ見たいな。ねえ、その話ねちょろっとしたけど、どうなんだろうね、できるかできないかちょっとわかんないけど、んーね、楽しそうだよね。めちゃめちゃがっつりじゃなくてもいいし、罰ゲーム付き最悪だ。でもね、おもろかったね。登録ちょっともうちょっと練習してもっと上手くなりたいな。ペコちゃんに分かったから、次、次よ、次、次の高みへ行くぞ。でもペコちゃんもなんかさ、あれだったよね。あれなんか、あれ待って、これなんかさ、ちょっと待って、ね、みんなほんとごめん。あのさ、あれなんか野詐欺の人がめっちゃ挨拶してくれてるって思ったらさペコちゃんのさ、スパチャ見てたわ。で、同じことしてるわ、私見ててさ同じことしてるわ。ペコちゃんがさ、今日さ、待機所でさ、間違えてさ、私の方開いちゃってさ、コメント読んだらさ、なんか、ペコ、打倒ペコラとか書いてあって、おいってなったら、私の方のチャット欄だった。私もさ、俺なんかいつもと全然違うなって思って見てたらさ、なんでこんなにペコちゃんのリスナーさんいっぱいいんだろう。おかしいなって思ってはいたんだけど、サムネが似てるからさ。すいません、読んじゃった。まあいいか、別に読んだとて損するわけではなくありがとうございます。ああよかった。ああ実家おかしいと思ったね、コンペコ、オツペコって。あれよかったよかった、みんなありがとう。ああ実家に帰ってきた気分。そうそう、この感じこの感じ、ありがとう。実家帰ってきたわ。